面白い話を知っておるようだな。幾百年の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、里木社にて、矢先外れず、弓矢八幡の覚え、意図めでたく、弓取りに鎧をたまわる。軽けれど、敵ことこの上なし。 殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄せるに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、 残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という血が 忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは、アザモの北にあり、紫の菊が先乱れ、忠頼公もよく参られたとか。蒙古を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら 手に入れたいものだ。きれいなき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。
かような最後があろうか。安らかに眠れ。 Huge wish wedge. Ямар ч урмаар алга. Тийм ээ. Тэнд байна. Хаа. Тэр тэнд юу байна үзад? Ямар нэг юм харах уу? Юм алга.
龍蔵とは幾度も悪さをしたな。酒を盗んだり、女子の服を着たり、船で壱岐へ渡ろうとしたり。龍蔵のような子供と遊ぶなと、叔父上にいつも叱られていた。
助けてくれ。待たせてしまったな。あなたがいなければどうなってたことか。もう安全だ。これをお受け取りください。 帽子が話しておったな。冠に続いておるはず。ここが冠。忠頼の鎧があるはず。こうだ。まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の庵への地図。 Thank you.
ここにも紫に効く。ただよりの居降りは近いな。険しすぎて登れねえ。別の道があるはず。 猛虎だ。なぜここが分かった。地図、冠のものと似ているな。 誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓火場あまたを射ぬく。紫の冠と同じ子を焚いて間もない長尾家の家紋だ。忠頼の一族、ここで何をしている。
即刻立ち去れ争う気はない我が名は酒井陣志村殿の甥だ嘘をつくな盗み止め覚悟するがよい殺したくはない。諦めろ。 ただより様の墓所を土足で荒ら負けてなるものか立ち泥棒がよく戦うな何とぞお待ちを我が名は楓ただより様の末裔です 侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか？古い書にこんな一文があります。ただより公は、アザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。 鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る裏の裏にある山か。 ばかりか。 行くぞ。
けろ、ノブ。Tadayori の村やつら奉仕を逃がしてやる。坂井様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何があった？ただより公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？坂井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあご自分で手にしてください。ただよりの石碑だ。Thank you.
まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。 安全かな。さあな。どんな鎧でも結構です。 これで安全です。礼を言う。この近くで弓を見て差し上げましょうか。天下無双の弓ですよ。 恐れながら素材が足りないようです。お侍様、この弓で猛虎を懲らしめてください。
Thank you.